皆様いかがお過ごしでしょうか。ファミツァ MDB にポッドキャスティングのお時間でございます。私司会のプロの関でございます。はい、ゲストは編集長のこの方。はい、ファミツウェブ編集、ファミツウェブ DVD 編集長、エルパン小島です。どうも、私、うん、この短いだったからですけど、うん、アメリカと沖縄にそれぞれ仕事で行っておりまして、うん、それぞれからお土産をご用意しております。これはいいですよ。もう私もここまで準備しちゃうものね。すごいね。これはいいですよ、はい。まあ沖縄といえば前みんなで行きましたけど、その時あまりにも時間なくてバタバタしてたじゃないですか。はいはい、これですよ。裏ボックスに。A&W のオレンジジュース、はい。これをじゃあなぜわざわざこんなものを買ってくるかと。はい、このオレンジジュースがですね、うん、ちょっと美味しいんですよ。これをですね、じゃあ皆様に。すいません、跳ねてますけど、じゃあちょっとルパンさん、ああ、じゃあ、はい、じゃあいただきます。はい、はい、おうめえ。だけどなんかその果汁 100% とかそういうんでもないし、なんかすごい作り物っぽい味なんだけど、うん、なぜかうまいみたいな。なんか みかん、あ、なんなんだろう、みかん。ちょっとじゃあサンタクさん、大沢君も、うまい、うまい。あ、みかんですね、これ。あの皮の味みたいな、うん、ちょっと苦味がね、皮の、うん、なんか、だこれとね、その A&W のハンバーガーが合うわけですよ。ああ、なるほどね。 A&W って何なんですか。これはあの元々アメリカのハンバーガーチェーンなんだけど、日本に沖縄にしかない。うーん、ハンバーガー屋さんなんですか。一回ね、なんか東京にも進出したらしいんだけど、今なくて、これ沖縄に行かないと A&W 食べれない。うん、でハンバーガーもうまい。これをね、皆さんのために、まあ本当に自分用に買ってきたんですけど、いやでこれ一人じゃ飲みきんないなと思った。ありがとうございます。本当うまいです。まあ、これが沖縄土産として。あざます。でアメリカもね、行ってきましたよ。まあまあまあ、いつものあのマシュマロのね、大きいバージョンと、はい、そしてついに見つけました、はい、新型ネズミ捕り。あー、来ちゃったな、これ。新型です、新型です、見てください。プラスチックのですね、こうより簡素なワンタッチのタイプになりましたよ。大妻君が優しい目をしてましたけど、ほら前さ、セットするだけで危なかったから難しかったでしょ、古いやつで。これはなんと俺が自爆したりしたんだけど、要は巨大なクリップですよね。そうですね、クリップ型にこうね進化したんですよ、これが。お前すごいね。俺スーパーで嬉しかったもん、進化だなと思って。いやー、俺はしゃいじゃったわ。いやー、なんか目に浮かぶわ。これだ、もう多分本当に V って書いてあるもん。ああ、もう絶対失敗がないもの。まあまあ、そしてこうマシュマロをね、まあなんかこれどこか、ね、どこかで見た流れだな、なんか。ないよ、ないよ、危ない、絶対危ないですよ。だってめり込んで、いたやばーだ。またやっちゃってんの。またやっちゃってんの。危ねえ、今でも半分ぐらいの力だったけど、びっくりしたもう。あお、うん、おお、お、世田谷からネズミが。マシュマロの大好きなネズミだ。おっきい。取れるかな、マシュマロだけ取れるかな。マシュマロ大好きなネズミさんが今マシュマロしか見えない。いやいや、いやいや、ダメだって。パッていけ、パッていけ、つまり絶対無理ですよ、これ閉じるより早く瞬間的に。そう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 、なんかそれ格闘技の極意みたいな。それ水の上歩けるみたいな話だな。いや、だ近くまでは掘らないとダメだよ。だって絶対挟まれる。挟まれたくないっすよ、俺。だって今まで挟まって見たことあんのかよ、お前。え、挟まってない。挟まってない。いや、クワは挟まってないよね。大問題になってますよ。取れたんですか。取れる。取れる。俺は変な話だ。いや、クワとウケチはあの時取れたんだって。あの時は取れました。本当だ、確かに取れましたけど。確かに取れました。はい、いいか。早く、ほら。あ、マシュマロだ。あ、美味しそう。マシュマロ。あ、
すっごいベッタ無理っすよ、ベタベタに。いやいやいや、そういうわけでね、もうネズミ捕りは非常に盛り上がる、はい、盛り上がるね。いやー、というわけでタイトルコールタイトルコールまだだったね。タイトルコールしてませんでした ね、 じゃあこれから暖かくなってこう活動を始める世のネズミちゃんたちに、そうですね、一言今飲食店の裏とかに潜んでるネズミちゃんたちにまず呼びかけて、うん、一言。ネズミっぽい方がいいと思うよ。ああ、そう、仲間意識、そうそうそう、仲間意識、ネズミが安心するようにあの人ネズミ族なんだすげえ顔してる。お願いします。はい、行きます。はい、3、2、チュー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 、おい、やべえぞビクターのクイックセットに やべえぞ、みんな逃げろ、ファミツメディモテシング117回目。というわけであれですよ、ルパン小島さん、はい、編集長おめでとうございます。メールがたくさん届いております。ありがとうございます。ポネムロックスターさん、4月1日で編集長、はい、ウェブのマジですか、編集部をまとめ上げられるのでしょうか、一緒になって騒ぐのは得意そうですが、はい、エイプリルフールだなこれ。マジですか。いや違うんです、違うんです。ポネムガメクベさん、はい、114回で急にルパンさん昇進のお話がありましたね。突然でびっくりですが、素直にお祝いしたいと思います。 ありがとうございます。思えばこのポキャスでもなんだか編集長にもなれないしと口って言いましたが、それが編集長なりちゃんだから驚きです。ありがとうございます。フネムなんだこれ、ファルスさんかな、うん、ルパン小島副編集長、改めルパン小島編集長、昇進誠におめでとうございます。ありがとうございます。より仕事も増え重責を背負うことになるでしょうが、辛い時あなたを応援する我らリスナーの存在を忘れず日々慢心していってください、はい、ありがとうございます。あと5月号の〇〇タイムのオープニングのモノマネは 誰のなのですか、ぜひともポキャスで教えてください。え、どんなやつだ、はい、そこでやってるやつ。ああ、あの田中邦衛さんをやったんですけどやりますか。やんなくていいですポネムジェジェイクさん、はい、ルパンさん編集長になられておめでとうございます。ありがとうございます。思えば42回で泣いたことや眼帯の海に入り、はい、さらにユミさんに手を出したりとしてきましたが、ついに編集長になることができたんですね。手は出してない。これからも足をすくわれないように頑張ってください。これもデンミさん、ルパンさん編集長昇進おめでとうございます。ありがとうございます。ファミツウェブが潰れないことを祈ります。はい、頑張ります。ポネムキャッシュさん、おめでとうございますと。ありがとうございます。ポネム光ファイバーさん新鮮なまたポネムは来ましたね。気を抜きと来ますね光ファイバーから、光ファイバーさん、はい、いいな、いつも楽しく拝見拝聴させてもらってます。パンさんおめでとう。 ありがとうございます。ポネムポプラポポさん、はい、114回聞きました、はい、小島さん編集長への承認おめでとうございます。 ありがとうございますと言いたいのですが、はい、僕はルパンさんの承認に関して一つ心配なことがあります、はい、それは編集長になると副編集長の時より忙しくなって、はい、本ポッドキャストやウェブ DVD へ出演する時間がなくなってしまうんじゃないかということです。僕はファミツウェブ皆さんのファンです。一人でも欠けてしまうととても寂しいです。これからルパンさんの出演料がどうなっていくのかとファンとして気になるところです。教えてくださいと。大丈夫です。変わんないですよね。変わらないって、はい、全くあのしかも仕事が何かグッと変わるかっつったらそれもないよね。ないね。あとはちょっと心配なのはあのディレクターたちからこうもうルパン面白くないからいいよみたいな。まあ承認とはね、うん、承認昇進とは関係なく。関係なく。それはちょっと心配ですけど、うん、まあそれは本当に心配した方がいいと思います。はい。はい、というわけで皆様からね、はい、本当ありがとうございます。それとまあ普通のですね、お便りも来ておりますよ。はい。ポネムハムコーさん、はい。夜めきポッドキャスト最高でした。ぜひ金玉の会まで行ってほしいものですが、ピックアップして聞きたいのはしゃくれたい豆男の110回目です。
豆男ですよ。しぐれたい豆男。豆男じゃないです。世田谷区若林に住む新橋忍さんですから。ぜひぜひ現行のね、現在の回までポッドキャスト進めていってくださいと。はい。ポネモロクさん、皆さんこんにちは。こんにちは。ファミツウェブ DVD5 月号を拝見させていただきました。はい。まず見たら夜抜きポッドキャスティングです。お、最高なラジオ番組が映像で見れるなんてこんなに嬉しいことはないですねと。はい。来月号は伝説の42話が映像で見られるのでしょうか、楽しみです。そうですね。近くで言うと47話でキムさんがルパさんに飛び込むところも見てみたいです。今月号の3枚組のような感じで、よりぬきポッドキャスティングのみを3枚目として今後発売してもらえるとさらに嬉しいですねと。はい。PS、夏さん、スペランカーうますぎ。おお。なるほど。こんなの来てますね。はい。ポネムおたけ16歳。これどこまでポネムなんだろう。ポネムおたけ16歳さん。はい。今月号見ました。はい。夜抜きポッドキャスティング予約収録されていて嬉しかったです。はい。しかし今月僕は夜抜きよりもはるかに面白いものがありました。それは夏さんです。おお。電動 TV でスペランカーがスタッフが笑うほど上手で、ところどころで意味のわからない言動や歌を歌ったりと最高でした。なんかそう、夏さん。夏さんすごいね。スペランカー。すげえうまかったと。うん、俺は見てないかったんですけど、はいはい、見ますね。はいはいはい。いや、だいぶ。ね、あ、そう、夏さん、夏さん。豆男さんって呼ばれるのと新橋忍さん。豆男でもない。なんかなんでそんなスペランカーがまあうまいんだっていうとこですよね。そう、まああのその発売された当時にすごいやり込んでいたと。ファミコンで。ファミコンで。そう、なんかさっき聞いたらですね、なんかちょっと変わった形で。って大丈夫ですかね。まあ普通に言ってみてください、うん、ファミリーっていう機械がありまして、うん、あのファミリーコンピューターのカセットを、うん、夢の機械はいはいはい、はい、14,800円、はい、確かファミコン本体と同じぐらいの値段で、これいくつの時買ったんですか。これを確か中1のお年玉で。やなガキだよね。いやでも分かる分かる、あったあった。いやあったけどさ、ああいうのってゲーム屋とか駄菓子屋の軒先に、うん、一回何百円でレンタルをしてて、あれをね個人で俺持ってる人って見たことないもん、うん、なかなかいなかったね。それがまあ買ってまあものの1ヶ月で、うん、あの対策されてしまいまして、そりゃそうだよね。ほぼゲームだから、うん、やっぱああいうのはいけないっていう、うん、撲滅を心に誓いました。嘘つけよお前。いやいやいや、今だって絶対ダメです。俺のさっき夏さんで聞いて初めて知りましたよ、スペランカーの面食りの概念って、うん、ああよく考えたら知らなくねえ。だってっていうかまあ大概ね、最初にほらテンテレンテレンテレンで、そうそう、ね、死んじゃうから鍵を、まあ、3つ4つ取って、うん、こう扉を通過して、うん、でそうするとなんかでっかい仏像みたいなのがあって、うんうん、そこを通過して一面クリア、うん、で4面で全部、4面でピラミッドのお宝を取って、うん、で1周です。でそれを4周5周できるいかループです、まあ、こうやってね、はい、今後も変人として夏さん頑張ってくださいとはありますけれども、はい、どうですか、こう変人としてここまで定着した36歳。35ですね。あ、35歳、はい、いやもう変人として頑張っていきたいですね、これから頑張っていきたい。うわっじゃあ内容紹介します。はい、やります。はい。はい、ファミツウェブ DVD6 月号になります。今回はですね、あのカバーゲームにあのメタルギアソリッド4、ガンズオブザパトリエットの方を、うん、映像の方を収録してます。うん、発売日がね、6月の12日に決まったということで、うん、これから2号連続でメタルギアをバンバンバンと。うん、おお。どんな感じですか。はい。いや、かっこいい感じです。で今回収録するのはメタルギアソリッド4に同梱されるメタルギアオンライン、そちらの方の最新映像も、はいはいはい、入ってますので、それを一応パッケージでしてますんで、ぜひぜひ見てください。うん、で、あのまあ次号と次号予定かな、小島監督のねインタビューの方なんかもちょっと今アポ撮ってますんで、撮ってる最中なんで、そのうちファミツウェブ DVD でインタビュー聞けると思いますんで。お、楽しみですね。はい、3チャンネル。はい。今回アメリカザリガニの機械の体は、レインボーシックスベガス2、うん、こちらの方やってます。Xbox ライブであのこう顔をさ
自分の顔をこう取り込んでさ、あそれかこの Xbox ライブビジョンカメラっていうのは、その顔を、平井と柳原の顔を取り込んで、で2人が、まあ、実際そのキャラになってキャラになってやってると、へえ、はい、顔を取り込んで、顔が取り込んで、はい、4チャンネル、はい、坊主の丸丸タイム、俺たちとインベーダーと30年、うん、ということで、あのインベーダーゲーム、初代の本当にインベーダーゲームからこう今のですね、うん、インベーダーまでこう振り返って、なんかまた出てるよね、いっぱいインベーダー、なんか生誕30周年を迎えたらしく、うん、らしく生誕30周年を迎えました、はい、インベーダーが、で、まあ、とにかくいろいろな、これ本当にインベーダーなのかしらみたいな、そういうのもあったりとかして、これ本当にインベーダーなのかしら、いや本当すごいんだよ、こう初代のあのインベーダーから、うん、もうこうなんつうんだろう、ディフォルメされたっていうかさ、か SD ガンダムみたいなの、 SD ガンダム、まあでも本当そういうノリかな、まあ、とにかくそのいろいろなねインベーダーがあるっていうことが、はい、これやばいっすね、やばいよ、はい、より抜きポッドキャスティング、今回収録してます、で私のですね、42回目は今回ちょっと事後に入る予定で入ってませんけども、35回から46回までのポッドキャスティングのね、より抜きが入っておりますので、ぜひこちら、ご覧ください。そしてですね、今回、ディスク2になりますけども、18チャンネル、カリンチュ訓練所と題しまして、大人気発売中の、モンスターハンターポータブルセカンド G、 こちらの方のですね、コーナーをやっております。当校の一応ね訓練先生は、うん、嫁されさんを迎えて、うんうん、そしてですねイアン・クック、ディアブロス、アカムトルム、こちらのですね、うんうん、モンスターの、まあ、アドバイスを、討伐のアドバイスを、教えてくれてるっていう、はい、そういう困難になってます、はい、そしてですね今回、動くエリア51ですね、こちらの妖芸のコーナーですけども非常に大人気 で今回はですねザ・ダークネスというですね、はい、こちらの方のゲームの紹介を、はい、須田剛一さんの方とマスクド・ユエジさんの方が、今ナズさんの口次々とマシュマロを放り込んで、はい、一生懸命愛の手打ってたんですけど、よ大丈夫、いい音がよだれを息できますか、美味しいでしょ、うんうんうん、そんな、動くエリア50、ね、収録してますんで、ぜひ、ファミツウェブ DVD6 月号、買ってください、よろしくお願いします。電動 TV も見てくださいよちゃんと、はい、電動 TV もね、産業で4月30日発売、はい、6月号、お値段1100円になります、1100円、まあいつも通りですね、はい、先月号のより抜きはどうでしたか、ああもうえらい昔の話ですお言ってやれ言ってやれ、はい、懐かしかったですねちょっと2年2年前ぐらいですね、より抜き今回がだから、35回から46回、あれですよ、うん、キムが飛び込んでくるとこ、そう入ってますね、入ってますから、はい、ぜひ先ほどのポネムロックさん楽しみにしていただいて、はい、でだから5月売りの7月号でよりにきポッドキャスティングはいよいよ一つの大きい2回目ですね、はい、迎えますね、はい、42回目を丸ま、ほぼ丸々ですかも収録するんで、まあそれ事後ですけどね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、まあそんなわけで4月30日発売、6月号、はい、皆様お買い求めいただきたいと思います、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。どうですか夏さん、2週にわたってこうやって出て、どうですか皆さん、こうやって2週にわたって出演して、そうですね、またいや違うなえ、じゃあ那須さん、今からあなたはジャニーズの新人です、はい、で初めてこう関ジャニの番組に出たジュニアです、はい、になってください、なってください、今まだ15歳です、高校今年の春から高校1年生になったばかり、ジャニーズにも入ったばかりで、ちょっとなんかローカルのジャニーズの番組出ました。でどうですか那須さん、2週にわたってこうやって番組出てみて、はい、関ジャニさんのすごい裏の頑張ってる姿とかすごい勉強になったんで、ぜひまたやりたいですバカにしてるのかっていう、はいはい、まあ、というわけでね、那須さんこれからね、はい、15歳頑張っていくと思うんで、はい、楽しみですね、成長楽しみですね、はい、よろしくお願いしますというわけで、もちろん DVD ポッドキャスティング117回目を終わったら、この鈴木と、ルパン小島と、ナッツでした。